リチャードリー・アーミテージはアメリカ合衆国の軍人、政治家。地日派として日米外交に大きな役割を果たしてきた。カトリック信者。ジョージ・ W ・ブッシュ政権1期目にて第13代アメリカ合衆国国務副長官を務めた。1945年4月26日にマサチューセッツ州ボストンに誕生する。1967年に アナポリスのアメリカ海軍兵学校を卒業後に、ベトナム戦争に志願して従軍した。1973年1月に、パリ協定の成立を知り戦いを途中でやめるのは嫌だと停戦を拒んで海軍を除隊。ただし最後ゴンにあるアメリカ軍駐在部官本部の民間人顧問として、ベトナムに泊まり、特殊任務に就いた。 ネイビーシールズの隊員だったという噂も流れたが、国務省のウェブサイトで否定している。一旦ワシントンに戻ったが、1975年4月に北ベトナム軍がサイゴンに迫ると、国防総省から特定南ベトナム人の救出作戦の実行を頼まれる。ビエンホア空軍基地にヘリコプターで乗り込み、機密保持のため基地内の危機器を破壊。 そして取り残された南ベトナム空軍の将兵30名と、共に、放火の中から脱出。その後南ベトナム海軍艦艇と将兵を呼び、その家族を率いて、8日かけてフィリピンまで脱出した。ブッシュ、パウエルと談笑する、アーミテージ国防省情報部員として、サイゴンやテヘランなどで勤務。上院議員であったボブドールの秘書などを経て、 1981年からは、ロナルド・レーガン政権の国防次官補、代理、1983年から1989年までは、国防次官補を務めた。その後は、政策コンサルティング会社、アーミテージ・アソシエーツの代表。2001年に発足した、ジョージ・ W ・ブッシュ政権下では、右腕として2005年1月まで、国務副長官を務め、 ブッシュ大統領の政策顧問団バルカンズのメンバーでもあった。国防戦略の専門家、共和党恩恵派の重鎮として知られ、国務長官であったコリン・パウエルと共に国務省内で絶大な信頼を置かれていた。現在は政治コンサルティング会社であるアーミテージ・インターナショナルの代表を務めている。 2006年9月21日放送の c b s 6 0 m i n ツ t s においてパキスタンのムシャラフ大統領は2001年のアメリカによるアフガニスタン侵攻の際に協力しなければパキスタンを爆撃し石器時代に戻すとアーミテージから脅迫されたと告白したアーミテージ自身は直後にそのような表現は使っていないが かなり強い言葉で要請したのは事実とこれを認めている。パウエル国務長官と共にイラク戦争の開始に反対した。国務副長官を辞任した動機として、ラムズフェルドを閣内に残して、パウエルを辞めさせる政権にはついていけないと思ったから、と語っている。ただし、1998年に新保守派のシンクタンク、アメリカ新世紀プロジェクトから、 クリントン大統領に当てて出された、当時の米国の対イラク政策を批判し、フセイン政権を武力で打倒するよう求める、初党にラムズフェルドラと共に賛同人として署名している。2003年7月にインタビューで、CIA 工作員の身元を漏えいしてしまう。このことに関しては2006年9月のインタビューで、大統領、国務長官と国務省、 家族に申し訳ないことをしたと述べており、自分に非があるということを認めている。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党のジョン・マケイン陣営に属し、外交、特にアジア外交政策の政権構想に関与している。マケインとは共に、海軍の出身で、前述のベトナム戦争への従軍など、共通点が少なくない。 国務副長官就任前の上院での審議では、マケインやジェシー・ヘルムズから三辞の声が相次いだ。2016年アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党の大統領候補がドナルド・トランプになることが決定的となった段階で、民主党候補のヒラリー・クリントンに投票することを明言した。ベトナム戦争に従軍し、ベトナム語が堪能。また、 レーガン政権の国防次官補代理職にあった時に、東アジア及び太平洋地域を担当していたこともあり、地日派として知られ、現在は、米国内の地日派政策エリートの保護者的立場に、ある。1980年代の東芝機械会コ,コム違反事件の際には、対日経済制裁に反対した。日米間の安定的な安全保障システムの、 確率に貢献してきたほか、シーナ元、ササーツなど日本の政治家や官僚らとのつながりも強い。一方で、日本の核武装には否定的とされる。FSX 開発問題では日本側との調整を担当している。日本や東アジア全般の安全保障に関する発言が常に注目を集める。アーミテージの名が 一般に広く知られるようになったきっかけとして、2000年に対日外交の指針として、ジョセフ・ナイラと超党派で作成した政策提言報告、アーミテージ・レポートの存在が挙げられる。この報告書では、日本に対して有事法制の整備を期待する内容が盛り込まれた。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件を受けて、日本側に共闘を求めた。 この時に、いわゆる、小ザフラッグ発言があったとされる。ただし、柳井俊治は協力の要請があったことは認めたものの、小ザフラッグという発言は否定している。イラク戦争開戦時には、日本の役割を野球に例えて、ブーツオンザグラウンドと発言したことでも、有名になった。また、2004年7月には、日本国憲法第9条を日米同盟の障害と、 する趣旨の発言をして、物議を加盟した。また、北朝鮮による日本人拉致問題においては、朝鮮民主主義人民共和国に対する圧力路線を主導。2004年4月には、北朝鮮のテロ支援国家指定の根拠に拉致問題を明記させた。2005年6月6日、筑紫哲也ニュース23に出演した際に、 靖国神社参拝について質問され、主権国家である日本の総理大臣が中国に限らず他の国から靖国神社に参拝してはいけないと指図されるようなことがあれば逆に参拝すべきだと思います。なぜなら内政干渉を許してはいけないからです。もう一つはすべての国が戦死者を祀りますが、それぞれのやり方で良いのだと思いますと主張した。 2006年7月20日の産経新聞の取材に対しても同様の認識を示している。2005年、コンサルティング会社アーミテージインターナショナルを5名の共同設立者と共に設立した。2006年の講演で世界でどの国が優れているか聞いた調査によるとアジアの人々の82%が日本と回答しました。彼らは 日本軍による占領は独立への機会になったと考えています。日本は文化、政治、安全保障の面でも優れた模範を提供でき、その役割は高まっているのです。日本はこの現状をゆったりと構えて捉え、もっとアジアに関わっていくべきですと述べている。2007年2月には政策シンクタンク戦略国際問題研究所において、 サイド超党派による政策提言報告第2次アーミテージレポートを作成発表日米同盟を英米のような緊密な同盟関係へと変化させ東アジアの地域秩序の中で台頭する中国を穏健な形で秩序の中に取り込むインセンティブとすることなどを提言している2012年8月には第3次アーミテージレポートを作成発表 日本が一流国家であり続けるか二流国家に甘んじるかの重大な局面を迎えていると指摘し、また日米同盟関係における日本の役割拡大を求めた。2012年アメリカ合衆国大統領選挙の共和党候補者であるミッドロムニーが同年8月28日に行った演説において日本に言及する箇所が一箇所しかなかったことは アーミテージら地日派の影響力の低下の現れと分析する向きもあった。2013年10月30日、東京都内で自民党幹部に対し、靖国神社参拝は絶対にやめてくれ。積み上げたものをすべて壊すと首相の靖国参拝を見送るように帰説した。日本と中国、韓国の対立劇化がアジア太平洋地域に重心を移す米国の リバランス政策上、大きな不安定要因になることへの強い懸念を示したとみられる。2015年秋の叙勲で、朝日大受賞受賞。2018年10月3日、第4次、アーミテージ内レポートを発表。中国脅威論や北朝鮮脅威論を唱え、自衛隊と在日米軍の基地の共同使用など、同盟の進化を提案し、日本に、 GDP 比1%超の軍事費支出を求めた。アーミテージの言葉、甘ナオトブログク2007年9月27日、サイゴン陥落金箔の脱出後編 BS 世界の、ドキュメンタリーアーミテージ氏パキスタン脅迫疑惑を、否定、NNN N N ニュース2006年9月23日、ボブ・ドワード、ブッシュのホワイトハウス米国の中東政策、対イラク戦争と、 新生イラク建設一般財団法人日本、エネルギー経済研究所米大統領選挙は、アーミテージ氏、クリントン氏に投票毎日新聞2016年6月17日。柳井、伊予部誠、伊藤元重ほか、シリーズ90年代の証言、外交劇編、あのランディが、トランプ政権アジア担当要職に、対中戦略が変わる。 ニュースウィーク2019年8月30日閲覧。アーミテージ氏が語る新しい日米安全保障体制。日経 BP オリジナルの2008年6月8日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20080608000617/.http://www.nykkeibp.co.jp/.sj/.2/.special/.150/.index3.html 山口ステファン宿訳翻訳 手島隆一監修による、日本語化文日本ソフトパワー研究所佐々木類第3次、アーミテージ報告日米同盟、新たな役割と任務拡大求める。産経新聞。オリジナルの2012年8月15日時点における、アーカイブ。 https://web.archive.org/web/20120815191817/http://sankei.jpmsn.com ワールドニュース12816アムル12兆816億11万 N1HTM2012 年9月8日閲覧 白川義和。今日は、ロムニー氏、日本言及庫の一箇所だけ。読売オンライン、オリジナルの2012年9月1日時点における、アーカイブ。h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 0 9 0 1 0 3 2 4 0 3 h t t p 読売 COJP、ワールド、ニュース。 2012万835イト 1T00221HTM2012 年9月8日閲覧。首相靖国参拝、米の懸念無視中間関係冷却化は、必死毎日新聞2013年12月27日、アーカイブド2013年12月27日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン第4次、アーミテージ内報告書岡崎研究所、ウエッジ一二二 ディック・アーミテージ。2008年6月28日閲覧。エミリー・シュワルツ・グレッコ。ザ・マジカル・ライフ・オブ・チャイルド・アクター・イアン・アーミテージ。アーリントン・マガジン。https.www. アーリントン・マガジン .com。ザ・マジカル・ライフ・オブ・チャイルド・アクター・イアン・アーミテージ。2019年7月4日閲覧。ありがとうございます。